固定のお客様を増やしたい、そして1回でも多くご来店いただくために他のお店にはないサービスをとお考えの美容室様、気軽にお試しいただけて確実にプラスになるハッピー&バスタイムをご提案いたします。なんだかかゆがる、しっかりシャンプーしてもすぐ匂う、薬浴をしても今一つ、ワンちゃんも飼い主さんも辛いですね。では早速ワンちゃんをハッピー&バスタイムで入浴させてあげましょう。小型犬に使用する場合、30リットルぐらいのベビーバスが最適です。見た目も可愛いですね。お湯に適量のバスタイムをプッシュします。ラベンダーの香りが漂います。静かに足先からつけてあげましょう。はじめは嫌がる子もいますが、あーいい気持ちって、こんな感じでおとなしくしてくれます。これから10分間のハッピー&バスタイムです。綺麗なお湯の色を覚えていてくださいね。肩まで使っていませんが、かけ湯で十分です。体を軽くマッサージしてあげてください。ほら、ワンちゃんもすごく気持ちよさそうですよ。指の間もよくマッサージ。ラベンダー 100% ピュアエッセンシャルオイルが配合されていますので、ワンちゃんと一緒にトリマーさんも癒されますね。10分後の使用済みのお湯です。かなりの皮脂が付着しています。お湯だけではこんなに汚れは取れません。なぜこのほとんど透明な液体で汚れが取れるのでしょう。秘密は2つの有効成分にあります。一つはシダの化石由来の特許成分で、汚れや雑菌を包んで浮かせ保湿します。その後、グレープフルーツシード成分の抗菌バリアで皮膚をプロテクト。雑菌の繁殖が抑えられるから匂いがしにくくなるんですね。ハッピー&バスタイムの後は軽くシャンプー、リンスしてあげてください。少しのシャンプーでよく泡立ちます。余分な皮脂が取れているので、いつもより早く乾きます。仕上がりはさっぱりふんわりピカピカになりました。ハッピー&バスタイムの答えは、次回シャンプーに来られるお客様が持ってこられます。小さな一歩ですが、大きな一歩への可能性をキンペックスが応援します。